365日ソングライティングチャレンジご覧の皆様こんにちは。シンガーソングライターの小山純一です。8曲目書いております。もう人生においてですね、こんなにハイペースに曲を書いてることないよすごく、もちろん死んだ時もあるし、でもできた時の喜びって言ったら、しんどいからこそさらに嬉しいし、自分の本当に分身が増えていくことがとてもとても嬉しいなと感じながらやっています。もうシンガーソングライターにとって、あの曲って武器みたいなイメージがあって、ライブで初めて出会う人にどうやって感動してもらおうかなって、そう喜んでもらおうかなって思う時に組み立てる、そのライブを組み立てるための武器が多ければ多いほどいいし、その種類が多ければ多いほどいいし、そうこうやってなんか武器が増えていくことがね、嬉しく思います。ドラクエみたいなね感覚でやっております。8曲目、今日サビまでお届けしたいなと思います。2番のサビ、明日じゃなくて明日を迎えに行こうって歌いたかった本当は。歌詞をお届けしましょう。水平線の向こうに何があるかなんて、ビルの窓枠からじゃ見えるはずもなくて、想像のその先にあるものを探しに行こう。夢を引き連れて、目を閉じて耳を塞いで、ヘッドホンからも流れるこの声だ。まるで雲の上のベッドのよう、光の歌聞こえたら口ずさんで、ステップ踏み鳴らして明日を迎えに行こうという歌詞を書きました。もうやっぱり音楽を聴いてその瞬間に、クラシックを聴けば優雅な気持ちになるし、そこの間ね、そうテレビを見てたら、川、日本に流れる川で、川辺で音楽を流す音楽で、この川がフランスのセーヌ川になったり、アメリカの川になったり、そうやって音楽はすごくすごくその風景を変えてくれるんだっていうのをね、見て素敵だなと感じました。やっぱ音楽がくれる力っていうのはすごいなと思って、聴いた瞬間に、みんなの心がハッピーになれるような曲を、書きたいなと思って今書いています。この続きまた明日以降お届けしていきますので楽しみにしていてください。大事なライブがあります。2月16横浜大祭とチケット発売中です。ぜひ遊びにいらしてください。本当にライブで皆さんにお会いできることを楽しみにしております。会場で、ぜひお会いして声かけてください。楽しみにしております。小山純一でした。今日も素敵な一日にしましょう。